ダメ芸人です。ダメ芸人。豚ちゃんは。そうだな。いろいろ話した結果、カツカレーが多分一番無難だと思いますので、カツカレーにしよう。なんでパン粉を買って、ホットマイルドミディアムホット、うん、これだな。これでいきましょう。前カレーはね、あのいとこのドイツのベルリンで作ったんだけど、今回はカツカレーということで、カツもちょっと用意して。というわけでカレーの具をね、またテスコに来ました。はい。これで 39p。p。40ペンスです。あと玉ねぎとかだけなんで、ね、芋やっぱ安いね。今安いね。大丈夫でしょこれで4枚yeah? うん、はい。今回はカツカレーを作るんですが、まずゴールデンカレーのミディアムホット。いいんですかミディアムホットで。まあまあまあ、そうでしょ多分。甘口だとね、ちょっと物足りないでしょ、ね、コウジさんも。と、まあじゃがいもと玉ねぎとサワーと、まあとんかつ揚げるオイルとポークライオンステーキだそうです。あとこれだ、重要なパン粉ってな感じですかね。もうほんとちょっとシンプルで、時間がないんで、うん、本当寝かしたりとかしたいんで時間ないから、こだわりの結構チートします。これでも一回でチンして少し柔らかくする、うん、チートします。チートお米を研いで書いてます。へー面白い。So you say the mustard? Oh, oil? Yeah. Thank you. 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 Thank you.これでドシドシしてちょっと柔らかくしました。こんな感じで急いで作ったカレーですね。ここの味見すごい大事です。うん、いいかな。濃厚だね。もうちょっとこれ水入れていいんじゃない？かな。とうとうフォークやりますよ。フォーク。なんかやっぱ卵の色違うね。違うよね。黄色いよね。本当だ、黄色いね。さて、どんなもんかな。あ、でもいけそう。弱いかな。あ、でもなんかいい感じじゃない。うん、多分まあね、上手でしょう。日本のね、お米がないんでジャスミン米でやるけど、まあ全然美味しいもんね、うん、この米なんかパラパラ系でね。そっか、酒に塗ってんの。こんな感じでいいでしょ、もちろん。はい。おい、できたー、できたー、できたー、できましたー。いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。どうだろうか。うん、うんうん。Japanese? Japanese curry? It doesn't like it. This is Japanese curry. Is it okay?おー、美味しい。あー、よかった、うまくできた、うん、やった、よかったです。どうだろうね、うん、おー、やったー、あー、よかった、うん、結構美味しいよね、うんうん、イエーイ。あ、よかった。よかった。料理が上手だからさ、舌が超えてる。そうそう、ちょっと緊張したけど、うん、めっちゃ美味しいけど、うん、よかったわ。さすがゴールデンカレーさん、うん、美味しく食べてます。うんうん、まあ、yeah, yeah, you can have it more. わー、嬉しい、おかわり、おかわり言ってくれた。Oh, baby! Baby! あ、いただきます。いただきます、yes. どうかな。Come on, mate. Not as bad boy that. That is insane. よかった。よかったね。Is everyone just gonna watch me eat? みんな見る。というわけでね、頑張って作った日本食。
しっかりと喜んでいただけましたね。よかったね。本当によかったよかった、ね、結構何回かこうやって日本食をいろんな人に作ってきたけど、やっぱ日本食を喜んでもらえるって嬉しいよね。嬉しいね、やっぱジャパニーズなんですね。引き続き小島 Vlog 楽しんでいただければと思います。めっちゃスリスリしてる。やばいです。うわー、 the, like a ghost cheese camembert? Oh yeah. うまい。うま？うま？めっちゃうまい、めっちゃうまい。うん、おいしい。ジンジャービール。でもノンアル。ああ、めっちゃ好き。Really like it. これやばいでしょ。やばいです。わあ、すごい。ほっ、すごいね。わあ、うまっ。超うまい、超うまい。ちょっとめっちゃ贅沢なんですけど、本当に本当になんかもうおもてなししていただいて、どんだけ贅沢なのっていう感じです。